はい、皆さんこんにちは。ワナリグルフィジです。では今回はセガサタン版ギレンド野望ジオン軍プレイ続くやっていきたいと思います。前回はですね、ガンタンクに進軍ルートを阻まれつつ、なんとかですね、北京の攻略を行いました。今回はマドラスの攻略戦をね、行っていきたいと思っています。ただ実はマドラスの攻略2時間ぐらいかけてプレイしたんですけども、攻略できませんでした。陸戦型ガンダム、陸戦型ジムが多数配備されていてですね、ザク2の J 型ではちょっと太刀打ちができなかったというのが事実になります。とはいえ今モビルスーツ開発中のドムがですね、ある程度数揃うまで待つというわけにもいかないので、北京を攻略した部隊もですね、もう大部分をこのマドラス攻略戦に、投入してですね、物量でなんとかこのマドラスを取りたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。マドラスの攻略戦からです。最初に研究ですが、リックドム欲しいのでモビルスーツの技術研究に全額投入しましょう。残りは温存します。お金がちょっとないですからね。次のターンでマドラスの攻略作戦を発動して、5000かかるので、その5000を残しておく必要とあるというのもあります。ドレンにはちょっとガウに乗ってもらいましょう。こんなところですかね。では時間を進めていきましょう。マドラスにはランバラル3連星、この辺りを投入しながら、さらにこのね北京を攻略した部隊も投入していくという、大掛かりな作戦を決行していきます。このターンではマドラスにどうせ侵入できませんので、どうせだったらランバラルを使って周りの敵を一掃しておきましょう。こういう星雲スカイとかもね、邪魔は邪魔なんですよね。アンザムのメガ粒子砲を当てていきましょうか。無駄にエネルギーを消耗する説もあるんですが、ここはメガ粒子砲を当てていきます。でマドラスにはえちらおちら部隊もね、向かわせていきます。で宇宙もですね、ボールが出始めてます。なんでボールも片付けていかなきゃいけないんですけど、ボールがですね、実はレンジが2ある攻撃を仕掛けてきたりするので、そこも実は厄介な点になってます。ボールをね仕留めるのに接近しなきゃいけないっていうのがあって、武装をね、ザクスの J 型とかであればマゼラドップ砲で攻撃のレンジを広げることもできるんですけど、マゼラトップ砲をね持たない宇宙船仕様のザクとかに関してはですね、そもそもその長いレンジを持っているボールの前にかなり無力ですね。もうこれはこれでね結構問題だよなぁなんて思ってるんですけど、なんでできるだけ近づいて一撃必中っていうね、1回で確実に仕留め切るっていう、そういう戦い方をしていかないとボールに一方的に殴られるっていう悲しい結果にもなったりするんで、そこはね本当に注意を払いながら、かつもうなりふり構わずという感じですね。であと宇宙に出てきているルナ2から発進してきた敵の、マゼランなどの艦隊なんですけど、これもですね放っておくと、3隻4隻と数が増えてきて手に負えなくなります。なのでもう今までのように衛星軌道上で、敵が接近してくるのを待ち受けるっていう戦い方だけをしていても、なかなかですね、物量の前にかなり押されてくるっていう状況になってるんで、積極的なね構成ということもちょっとやっていこうというふうに思ってます。兄貴と一緒に戦えるなんてな、こんな戦いさっさと終わらせて祝杯でもあげたいもんだな。焦るなよドズル、戦いが力だけでは決しないことを覚えておけ。地上から打ち上げられてきた連邦軍のシャトル HLV をね、確実に撃破をしておきます。ここから敵のね戦闘ユニットが出てくるともう目も当てられない状況になるのでね、ちょっとそうならないようにだけは気をつけていきましょう。ここはボールとの戦いですね。ボールも先ほどお話した通りレンジの長い攻撃してきて一方的にこっちを殴ってくるっていう状況を作ってくるんで、まあ、生かしておいていいことはない、そういうユニットですね。なので早め早めに叩いていきたいところなんですが、味方のモビルスーツの旧式化がね本当に激しい。未だにザクワンがまあ、第一線で戦ってるっていうのもありますし、ザクの次に出てくるドムがですねまだ開発中で、さらに宇宙船仕様のリックドムに関してはまだまだ先というのもあるので、リックドムの開発のためにねお金を投入していきたいと思います。ご報告します。ここはガルマが死亡ですね。特に選択肢なくガルマは死亡しました。残念なことにガルマ様は木馬に特攻を仕掛け戦死なされました。ガルマが戦死だって、それは本当か？赤い彗星のお前がついていながらなぜだ？俺はあやつの成長した姿を楽しみにしておったのだぞ。さあ研究はとにかく今リックどもが欲しいのでここに全額投資していきましょう。で残ったお金をですね、今回はフラナガン機関の設立に使います。マドラス攻略作戦は次のターンまで持ち越します。フラナガン機関を設立なさいますか？うん、フラナガン機関の設立を許可しでお金がもう全くなくなりましたので、今回もね宇宙と地上でそれぞれ戦闘指示を出していきます。父上お悲しみのところ失礼いたします。ここはガルマの国葬をするかしないかという特別作戦が提案されるためのイベントです。奴の死を犬死にのまま終わらせるわけには参りませんな。ザビ家松代の沽券に関わります。ギレン、わしはただガルマの死を。遅くなった父上、早かったな2人とも。残念です。あのガルマが連邦軍のモビルスーツの前に倒れたとは。兄貴、俺はまだ信じられん。今にもあいつが顔を出すんじゃないかと。過去を思ってみても戦いには勝てんぞドズル。しかしあやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうと楽しみにしておったもの。ああ、ドズルの言う通りだ。だからだギレン、静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。では引き続きマドラスをね包囲していきます。次のターンでマドラス攻略作戦を発動してマドラスになだれ込んでいきたいと思うので、部隊をさらにマドラスの方向にと、着々と移動させていきましょう。シャアについてなんだが、奴はガルマと共にいながらシャアについての処遇ですね。まあ、史実であれば一旦ここは、まあ、左遷というかね、謹慎になってその後突撃機動軍、まあ、つまりキシリアの方にね入るということになりますが、ここはねもうシャアを謹慎処分なんかにしてる余裕はないので、シャアはね前線でこのまま戦ってもらいたいと思います。だが自分の弟が死んだんだぞ、悔しくないのか？さらにドムの開発が完了。この後リックドムのね、開発を行っていけるように進めていきたいと思います。まあ、せっかくなのでドムの状況を見ましょうか。ドムがこちらですね。MS-09 ドム、こちらになります。では今回は予定通りマドラスの攻略作戦を発動します。マドラス攻略作戦を実行しますか？さらに、ガルマの国葬も行って士気向上プラス20かなプラス30かな、これももらってからマドラス攻略に入りましょう。あとはドムの量産ですね。これも各基地で行っていきます。でドムを輸送するために必要なガウ、これも生産していきましょう。では生産を行います。まず生産ですがもちろんドムですね。ドン。まあお金も資源もかかりますが、このドームはできるだけ多く作りましょう。で、あとはガウ。これもね、ドムをこの後おそらくハワイかもしくはオーストラリア攻略になると思うんですけど、いずれにしてもやっぱり必要になってくる移動手段ですね。これを確保するためにガウの数をこの後こなしていきたいと思います。ではこの大部隊をね、このマドラス基地に投入していきます。いけーという感じかな。ではマドラス基地攻略戦です。この局地戦フェーズは2回に分けて攻撃を行って攻略できればいいかなと思います。3回目、3ターン目とかになるとおそらくもうですね手に負えない状態になってると思うので、できればね2ターン目までに蹴りをつけたいというふうに思います。では進んでいきましょう。まずは拠点を一つでもいいので確保して、そこでねしっかりエネルギーを補充しながら戦える環境っていうものをね作っていければいいかなと思います。ではまずはグフを前面に出していきます。ランバラール隊のグフですね、これを前面に出して、あとアッザムもねうまく利用していきましょう。アッザムに関しては、多少エネルギーの消耗が激しくてもメガ粒子砲を使っていきます。まあ、メガ粒子砲の方が明らかに威力が高いというのがありますので、メガ粒子砲を使っていきましょう。あとは武器ごとに一応揃えて、進軍をねしていこうと思います。今回例えばレンジが広がるマゼラトップ砲を持ったザクなんかも配置をしているんですけども、まあ、そういった人たちとですねレンジの重なる人たちを入れていくと、まあ、マゼラトップを持ったザクはマゼラトップを持ったザク同士でスタックを組んでいくということで、攻撃のレンジに関してですね、まあ、無駄が起きないように一つ注意を払っていければいいかなと思ってます。でザクマシンガンとザクバズーカに関してはレンジに違いは特にありませんので、まあ、そこをねあまり意識せずに進めても大丈夫かなというふうに思ってます。さあここに陸戦のガンダムですね。もう陸戦のガンダムまで配備が進んでいるっていう状況です。あとはここに陸戦のジムが3スタック、この3スタックとここにも2スタックあるんですけど、ここが本当に硬くてですね、全然削れずに時間だけが過ぎて、味方が減っていくっていう状況になってしまったので、まあ、そうならないようにね数をちょっと増やしていくというのを考えてます。どうだろう、拠点確保っていう意味では陸戦ガンダムをうまく突破して、今マップ中央一番上にあるところを取るのがいいのかな。ドレンのガウがもう3分の1まで削られてるな。ガウを失うわけにはいかないので、まあ、ガウしか今ね拠点が確保できてない以上エネルギーの補充場所がないので、これは一旦3連星を下ろして、でその後ガウは退避しましょう。ガウがやられるとエネルギーの回復ポイントがなくなってしまうということにもなるので、ちょっとそれを避けましょうね。でまずは陸戦ガンダムをランバラール隊で潰しましょう。一応隊列も変更してラールゴズンっていう順番にします。まあ、ただもうここまで来るとグフの優位性というのも実はほとんどない状態なので、まあ、ランバラール隊ですらもう、まあ、言ってみればやられ役にこの状況ではもうなってしまうっていうね、本当に厳しい戦いになってきてます。ここもどうだろうな、陸戦ジムに攻撃仕掛けるときはもうちょっとまとまって攻撃したいので、あえて攻撃は仕掛けずにいきましょう。撃破されるだけなので、攻撃するときは、まあ、5機6機、できれば9機ぐらいね、まとまって攻撃を仕掛けていければいいかなというふうに思ってます。陸戦ガンダム仕留めた。さすが3連星だな。3連星であればザクワンでもまだまだ一戦で戦える。まあ、ただドームをね生産してますので、この後3連星はねザクワンからドームに乗り換えてはもらいたいと思います。ドームの優秀さはそのザクの比ではもちろんないので、グフをもう生産するっていうこともほぼ必要ないかなとは思ってます。このアンザももうエネルギー切れだな。どっかでエネルギーを回復してあげなきゃいけないなっていうところで、ちょうど空いてますね。拠点が1つ2つと空いている状態なので、ここはこの拠点に入って一気に回復しましょう。アンザムのメガ粒子砲は強力ですね。アンザムリーダーは、はっきり言って使い道があまりない武装になってるんですけど、レンジが1しかないんですが、1しかない分火力の高いメガ粒子砲を持ってるアッザムは接近してね、メガ粒子砲を当てていく方が使い道があるかなと思いますね。そしたらここも3スタックのジム仕留めたいな。グフに関しては一度この拠点に入って、ここからこの61式戦車3機、これの攻撃に入ってもらいましょう。で、今回の目標はこの陸戦ジム3スタックのここですね。ここを無理してでも仕留めたいので、攻撃を集中させましょう。ギニアスとかやられる可能性あるけど、退避がどこまでできるかだな。やられたくはないですからね。モビルスーツを捨てるっていう行為だけはしたくないので、ちょっと後ろに下がりましょう。回復するチャンスが来ればそこで回復をね、当てていきたいと思います。で、この3スタックのジムをここで仕留める。さらにマゼラトップ持ったこのザクですね。このザク 2J 型の C というのが武装 C タイプで、 C タイプというのがマゼラトップを持ってます。 B っていうのがザクバズーカで、 A っていうのがザクマシンガン立ってます。で、今回これマゼラトップ持ってるので攻撃がね2レンジあるんですよね。こういう2レンジ攻撃っていうものをうまく使ってですね、攻撃を集中させて数を削っていきましょう。3連星がどうだろう。ガイアオルテガがちょっと減ってるので隊列変更してマッシュを前に持っていきましょう。こういう細かいところでね、なんとかダメージを軽減してモビルスーツの消耗というものを最小限していきます。ガウはここでしばらく回復かな。拠点は確保できたので2つ、ここで回復することができるので、ガウは一番上のねこの拠点で回復させましょう。いや、2時間かけてマドラス粘ったんですけど攻略できなかったっていう、失敗談があるので、今回ここはね攻略成功させたいですね。まずは陸戦ジム、ここの攻略が1機だけか。やっぱ硬いんだよな。マッシュがやられた。マッシュがやられましたね。ただ死ぬっていうことはないので、2ターン後に復活はできます。2ターン後を待ちましょう。ここはランバラルタイですね。61機戦車をここで完全に粉砕してくれると嬉しいんだけどな。いけるか。いってくれ。残るか。残りそうですね。これ残られると残られるでね、邪魔なんですよね。ただあんだけの数で陸戦チーム取り囲んで攻撃しても陸戦チーム撃破しきれないっていうね、まあ、今ご覧いただいた通りなんですけど、これがあるんでマドラス基地の攻略本当にきついんですよ。でこの後の、まあ、ハワイなりオーストラリアなりあるいはベルファストなりっていうところにはもうズゴックとあとはドムですね、これをやっぱり投入しないともう攻略が遅々として前に進まないっていうことに多分なっていくと思うんで、しっかりね、新しいモビルスーツというものをランバラルタイがやられたというものをね、投入していく必要があると思います。ランバラルもこの後はもうドム乗りになってもらいましょう。まあ、グフがもう使い道がない状態に多分なると思うので、まあ、グフとはおさらばですね。ではメガ粒子砲をまたここを当てていきます。よし、バーニング隊の陸戦ジムようやく撃破しましたね。ここもマッシュを失ったオルテガと、そしてラルタイを失ったコズンですけどね、まあ、もう3連戦に関してはここでザクワンを乗り捨てていってもらっていいかなと思うので、撃破をされて2ターン後にドムで復活してもらいましょう。まあ、効率化ですね、ある意味で。ダーク2の J 型はまだ地上で使い道がいくらでもあるので、残しておいてですね、もうザクワンに関しては地上宇宙ともにあまり使い道はないので、まあ、できるだけね、まあ、残ってもらうに越したことはないんですが、減ったとしてもいい、まあ、捨て駒として使っていきます。では次のターンでね、マドラスの攻略完了させましょう。兄貴、木馬のことで相談がある。ガルマの敵を討つために木馬に青き巨星ランバラルを派遣する。V 作戦の存在は脅威だ。今のうちに叩かねばな。ランバラルを派遣するかどうかですが、ランバラル派遣しましょう。これもう史実通りの歴戦の勇士のやつならばシナリオをたどりそうですけどね。木馬を倒してくれるはずだ。ランバラルがしっかり叩いてくれればいいかな。フラナガン博士も来たな。よし、これでニュータイプ専用機の開発ができるかな。なんか声がちょっと微妙な感じの声をしてますけど、ニュータイプ専用兵器の開発が可能になります。金がかかるな、これからね。開発部より新しい開発プランが提案されました。これリックドムだと思います。リックドムの開発はね、すぐに始めましょう。開発、まずはこのリックドム、これを倍額投入できないのが痛いけどしょうがないね。635にできますね。あとはサイコザクかな。陸戦重要モビルスーツとして開発された MS-09 を宇宙専用に回収する。これは陸戦ドームの話ですね。 MS-06R-04 試作開発、これは気になる。中身がちょっとバグってますね。あ、しまった、ドム強化型、これドアンチを開発してる。違うよ、 MS-09 の砂漠戦強化じゃなかった、間違った、痛すぎる。こんなボンミスをやらかすとはな。こっちですね、先にこっちのMS-06R-04 の方を開発しなきゃいけなかったな。金がない、もう無理だ、諦めましょう。丸裸になった敵の拠点に侵入して制圧しましょう。報告します。これで次の攻略目標に向けてまた一歩前進ですね。やっぱりオーストラリアか。トリントン基地攻略のためにはガウの数とズドックが必要になりそうですね。というところでね、今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。マドラス基地攻略は失敗も含めて4時間ぐらいかかりましたね。